西口ホーム傍聴扉神崎川駅は、大阪府大阪市淀川区新港六丁目にある、阪急電鉄神戸本線の駅。駅番号は、HK-04。駅名の由来でもある、神崎川のすぐ南東側に位置する。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。ホームの神戸三宮駅よりは、神崎川の堤防上に、大阪梅田よりは、森土地上にある。 分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。改札口は、ホーム下層大阪梅田駅よりと、神戸三宮方面ホームの神戸三宮駅よりの2カ所である。また、大阪梅田方面ホームと東改札口を連絡するエレベーターが設置されている。トイレは東改札口内にあり、多機能トイレも併設されている。実際には構内に乗り場、 番号表記はないが、スマートフォン向け、アプリ、阪急沿線ナビトックアプリの発車案内機能では、神戸三宮方面が1号線、大阪梅田方面が2号線と表示されている。2019年度の特定日における1日の、乗降人員は2万1482人である。また、駅所在地は、大阪市であるが、神崎川を渡ると、豊中市に入るため、 豊中市南部の住民の利用も多い。近年の1日の乗車、乗降人員水位は、下表の通り、完成な住宅街となっている。駅の南側一帯の武田薬品神崎川、倉庫跡地では、大規模なマンション開発が行われており、食品スーパーなどの商業施設もオープンした。豊中市小本町に鎮座する神社で、古くから伝わる恋伝説が有名。 西口を出て神崎川を渡り、北西へ徒歩約22分。電車を利用する場合は当駅が最短の最寄り駅になる。当駅、その代駅の間は大阪府と夜中市駅を走行するが、駅は設けられていない。阪急ステーション、阪急電鉄株式会社コミュニケーション事業部、阪急ワールド全集4、2001年52ページ。 ISBN4894850516。曽根悟ル、週刊歴史でめぐる、鉄道全路線大手市鉄12号阪神電機、鉄道阪急電鉄に、朝日新聞出版分冊百科編集部、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2010年10月、27から29ページ。 ISBN 九百七十八から四から零二から三十四万百四十二から六大阪市統計省大阪市、大阪府統計年間大阪府統計年間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 大阪府統計年間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  大阪不統計年間大阪不統経年間大阪不統計年間大阪年間大阪不統計年間大阪不統計年間大阪年間大阪不統計年間大阪不統計年間大阪年間大阪不統計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 年間大阪不年間ありがとうございます